今日はなんと、マイナビ農業さんの取材を受けることになりました。岩手県一関市に今来ております。その農家さんのところに、伺うんですが、田植え機用の溝切り機を使っていただいているユーザーさんになります。なぜ、その方がですね、当社の田植え機用溝切り機を選択していただいているのかとか、使い勝手とか、まあ田んぼ稲に対してどんな効果があったのかとか、いろいろこう取材、していただくと思います。効果、それから新たな、商品開発というふうなところについていろいろこうお話ししていきたいと思います。それでは行ってきたいと思います。こちらがですね、溝切り機のユーザーさんの田んぼになります。はい、早速このように、やっていただいております。取材の方もこのように、はい、来ていただいております。はい、こちらの佐藤さんの、使用していただいている溝切り機は、久保田の SPA6 に装着していただいております。で、風の周りもですね、溝切り部を上げることなく、そのまま、下ろした状態でターンするときも溝を切って、次の錠、に行くようなそういう工程でやられています。はい、見えるかな。躊躇なく行くもんですね。ちょうどありがとうございました。ありがとうございました。撮影の方、ひとまず、物撮りであったりですとか、はい、補助での、撮影については、終わりましたので、ご協力ありがとうございました。で、これから取材の方に、はい、お疲れ様です。はい、今、一ノ関から戻ってきました。マイナビ農業さんの取材をしてもらいました。実際に田んぼに行って、田植え機の溝切り機を、作業風景もですね、見学することができましたし、ライターの方からですね、いろんな質問を、取材されたわけですけども、機械の宣伝というよりは、農家さんが、どんなふうなメリットを、感じたのか得れたのかっていうふうなところを、本質的な話をですね、することができたので、それは良かったかなというふうに思います。我々はですね、機械製造して販売しているわけですけども、それが我々のゴールではなくて、農家さんのですね、生活、そこが良くなるっていうふうなことを、今後も追い求めていきたいなというふうに思います。農家さんの生活を変えられることが、できることが我々の喜びというふうになると信じています。
引き続きですね、そういったお客さんを増やせるようにしていきたいなというふうに思います。またこういった機会をですね、作っていきたいなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。